客客車車は1972 1957年年にに登場した大井川鉄道以下は専用の客車1957年に中部電力専用線が大井川鉄道井川線として旅客営業を開始してから観光客が増加したため専用線時代からの7両の客車では乗客をさばききれなくなったスロに200系スロフィ300型を心臓して対処したが それでも特に乗客が多い場合には、シート機200型などの貨車を増結し、そのまま乗客を乗せることもあった。一部の貨車にはポールを立てて、屋根シートをかぶせられるように対処したものの、その後も、恒常的に貨車を増結する状態が続いたため、1972年には、正式に客車を増備することになり、製造されたのが本形式である。 シート機200系の改造であるが、登場した時には、無害者に、屋根と外板を取り付けたものにベンチを外向きに並べて、置いただけで、窓ガラスもない吹きさらしの車両であった。1976年には、窓ガラスを取り付け、スロフ300型と同様の客車スタイルに改造された。定員は64名で、そのうち、座席定員は42名である。窓は二段窓が並び、 車内はロングシートである。暖房は設置されていない。スハフ501から503の3両が在籍していたが、スハフ5 0にはスロフ317へ更新改造されたため廃車となった。スハフ503も廃車になっている。現在は501のみ在籍。近年は多客機の増結用として待機していることが多いが、2019年に運用離脱している。 2021年8月11日、501はスロフ318へ更新されるためトレーラーにより搬出され形式消滅したスハフ500系の車内。ありがとうございます。